自動点滅機ですね、これの作業をやってみたいと思います。はい、やはりですね、端子はこの端子付きのジョイントボックスを、使います。これが電源ですね。これが自動点滅機の三芯です。これですね、今ここにつないでるのが、ランプ。ちょっと今朝気温が低いもんですからね、ちょっと硬いです。ですね、これをちょっとね、この間は黒白をですね、ここにこっちに取ったんです。ここ、白ですね、こういってで、ここを赤と、こういうふうにね、いってみたいと思います。はい、から今度赤ですな。はい、これ行きましょうかな。これ行ってここへ黒行きましょうか。はい、はい、ちょっとこう、はい、失敗でありました。はい、これここですね、こういきます。さあ、それで今度ここですね。はい、スイッチ入れてみます。入れたらですね、で消えたでしょ。これちょっと具合悪い。そうでしょ。昼間やのにスイッチ入れたらですね、つくっていうことは、これ誤動作いうことです。はい。ということで言うと、自動点滅機の一時側にスイッチを入れたら誤動作しますよいうことで、夜の状態にね、しています。はい、自動点滅機と電灯の間でスイッチ入れますよ。これ一旦切りますわな。でこうやったらつくでしょ。ということはどういうことか言うたら、自動点滅機にもしねスイッチを入れるんやったら、自動点滅機のこの黒ですね、黒の線のところにスイッチを入れちゃダメですよと、誤動作しますよいうことですね。入れるんやったらこの赤ですね、赤の方の自動点滅機よりか、電灯の方の回路にですねスイッチを入れんと誤動作しますよいうことになるわけですね。